ハイプレボルドーマ野球人です。巨人新外国人アメリカ独立 MVP 男を獲得調査、アダム・ウォーカーということでございまして、ついにね巨人の新外国人情報出てきました。で、意外なところから引っ張ってくるんですね、アメリカの独立リーグということで、まあどういう選手なのかお話ししていきますので、まずは記事から見ていきましょう。はい、巨人がアダム・ウォーカーを獲得調査。巨人が来季の新外国人としてアダム・ウォーカー外野手の獲得に向けて本格調査をしていることが5日分かった。今季はアメリカ独立リーグアメリカンアソシエーションでリーグ新記録となる33ホーマーをマークするなど2年連続 MVP に輝いた右の大砲、ハングリー精神にあふれ日本でのさらなる成長を見込み白羽の矢を立てたということでございます。また日本ハムを自由契約になった西川遥輝外野手の調査を行っていることも判明、来季の V 奪回へ国内外から戦力整備を進めていくということでございます。巨人はですね、楊選手が今季限りで退団となったことで支配下の右打ちの外野手登録の選手は石川選手のみという状況になっていただけに、補強ポイントにも合致するということで、まあね、右の外野手というところのね情報がついに出たということでございます。で、西川遥輝、選手ですね、いろんなね各紙で取り上げられておりますので、まあ獲得調査ねしていることはまあ本当に、事実なんだろうということでございます。はい、では今回はねアダム・ウォーカー選手についての動画なので、どういう選手か見ていきましょう。はい、では見ていきましょう。アダム・ウォーカー選手ですね、2012年 MLB ドラフト3巡目指名ですね、出身地はアメリカ。1991年10月18日まで30歳、196センチ、104キロとかなり大柄な選手ですね、ポジションは外野手ですね、右投げ右打ちの選手と。アダム・ウォーカー選手はマイナーで経験を積んでいき、2016年にトリプル A に初昇格。しかしその年に27ホーマーを記録したんですが、200三振も記録して MLB 昇格は見送りとなりました。その後もダブル A やトリプル A を行き来し、2019年からアメリカ独立のアメリカンアソシエーションでプレー。昨年は22ホーマー、今季は33ホーマーと、2年連続リーグ MVP を獲得いたしました。アメリカ独立リーグでも屈指の打者にね、成長を果たしたこのアダム・ウォーカー選手でございます。はい、で、アメリカの独立リーグですね、アメリカンアソシエーションは AA レベルと呼ばれております。結構ね独立リーグでもいろんなリーグがあって、まあ、レベル差っていうのはあるんですけど、大体このリーグは AA レベルということですね。そこまでレベルは高くないんですけれども、まあ、ここでね、まあ、本当にナンバーワンの打者になっていると。で、今回巨人が獲得調査を行っているということでございますので、では成績ね、いろいろ見ていきましょう。はい、ではアダム・ウォーカー選手成績見ていきましょう。トリプル A の通算成績、2016年17年が出場しておりましたので結構前の成績になるんですけど、185試合で2割1分6厘、146安打、32ホーマー、盗塁10、 BBK0.20、 出塁率2割7分6厘、 OPS が 0.697 という成績です。はい、トリプル A の成績見ると長打はやっぱね、打てる選手かなっていうふうには思うんですが、その反面ねかなり三振が多くてフォアボールもそこまで選べていないので、 OPS がね、伸びていないのかなっていうふうには思います。 4,5 年前のねデータにはなってくるので参考程度にと。はい、で一方ですね、今所属している独立リーグの成績はですね、通算で258試合2割8分2厘、283打数の77ホーマー、盗塁が35、BBK が 0.22、 出塁率3割3分1厘、 OPS が 0.901 という成績でございます。はい、しっかり結果残せておりますね。で、今季だけに絞るとですね、100試合で3割2分、412打数の132安打、33ホーマー、101打点24盗塁、 BBK 0.25、 出塁率3割6分9厘、 OPS が 1.004 ということで、しっかりねキャリアハイを叩き出しました。33ホーマーはですね、リーグ記録も更新ということでございますので、まあ、このリーグではね一番の打者と言っていいでしょう。はい、で総評を見ていきましょう。長打力が売りのパワーヒッターであることは間違いありません。今季ですね、急激に盗塁が増えました。24盗塁ということなんですが、で成功率も9割2分4厘と上々かなと。ある程度足もねある選手なのかなと。一方で圧倒的なコンタクト率の低さで三振数が極端に多いです。まあ、そのことが原因で MLB でもね上がれなかったのかなっていうふうに思うんですが、ただ今季はそこをある程度改善したため成績も向上したのかなっていうふうには思います。まあ、かなり低くなったっていうわけではないんですけれども、彼のキャリアで見るとですね、まあ、1番、2番くらいのね三振数の低さではあるのかなっていうふうには思いますので、まあ、そこはだんだんとね、まあ、ウィークポイントを埋めてきていると。
で、その他もですね、選球眼、守備力と欠点は多い選手なんですよね。そこまでフォアボールっていうのも選べないですし、守備力もマイナーからですね、ちょっと酷評はあったみたいなので、まあ一応ですね、レフト、センター、ライトと幅広く守ってはいるんですが、そこまで守備っていうのは期待しない方がいいのかもしれません。なので、まあ NPB でも高い打力ですね、ここがやっぱ一番かなっていうふうに思いますので、ここが独立同様ですね、発揮されるかに注目かなというふうに思います。はい。というわけでですね、MLB の経験のない選手ということで、この年齢では巨人的には割と珍しい補強にはなるのかなっていうふうに思います。割とね、実績ない選手でもですね、若い選手をまあ引っ張り上げてきて育てていくっていう方針はある方なんですが、もう30歳ということなので、なかなかね、独立から引っ張ってくるっていうことはなかったので、まあ新しいルートなのかなと。はい。で、あくまでもですね、保険的な立ち位置になってくる選手なのかなというふうに思います。まあ、本命がいてですね、まあ、しっかりと、まあ、そこを埋めるところで、まあ、取ってきた選手かなっていうふうには思いますので、まあ、そう考えればですね、割と面白い選手なのかもしれません。はい。というわけで、この選手に関しましては以上でございます。続きましては、現在ですね、外国人どういう編成なのかというところを巨人確認していきましょう。はい、では巨人の外国人選手ですね、見ていきましょう。支配下がメルセデス、デラロサ、ウィーラー、ビエラということで、この4選手がね、今現在巨人の支配下の外国人選手です。そしてですね、育成はウレーニャ、デラクルーズ、ティマ、ミサキということで、4選手ね、育成選手で抱えております。まあ、しかしですね、デラクルーズ、ティマというところはですね、まだ高校生の年齢なので、まあ、あと2、3年は少なくともかかるかなっていうふうに思いますので、除外と。いうことでね、来季の戦力としては考えていいでしょう。はい。で、新外国人候補、今回、ウォーカー選手が上がってきたということで、ウォーカー選手合わせるとですね、試合下が5選手になる見込みでございます。で、まだまだ補強はあるかなっていうふうには思うんですが、まあ、先発投手1人、野手2人くらいね、投手は取るかなっていうふうには思っていたんですが、まあ、ウォーカー選手を合わせてですね、野手3人獲得の可能性も出てきたかなっていうふうには思います。まあ、明らかにですね、まあ、そこまで、まあ、有望株の選手でもないんですよね。実績あるわけでもないですし、やはり保険的な立ち位置っていうところは間違いないと。そうなってくるとですね、まあ、テームズ、そしてですね、スモーク、で、ウレーニャと、まあ、3人の選手がですね、支配下枠から、今季いなくなっているわけなんですよね。そうなると、まあ、野手3人獲得してもおかしくはないのかなっていうふうには思いますので、まあ、ウレーニャの立ち位置的にね、なってくるのかなっていうふうに思いますので、まあ、もしかすればね、まあ、あと2人取ってくる可能性っていうのも十分あり得るかなというふうには思います。まあ、そこはね、今後情報出てくるかなっていうふうには思いますし、いろいろ予想の動画とかも出していきたいと思いますので、そちらもぜひご覧ください。はい、というわけで以上でございます。最後にネットでの反応を見て終わりましょう。はい、ではネットでの反応を見ていきましょう。アダム・ウォーカー3000万くらいで飛びついてくるだろうし、めちゃくちゃ保険適してそうだな。ビエラみたいにハングリー精神あれば普通に応援はしたいタイプということですね。大体独立から引っ張ってくるとどのくらいの年俸になるのかっていうのは、まあわかんないところではあるんですけど、まあそれなりに安く済みそうな選手ですよね。まあ多分支配下ではあると思うんですよね。まあ30歳っていうことなんで、育成っていうことは、まあそうないのかなっていうふうには思うんですが、まあそれでもですね、まあまあ、ハングリー精神はあるかなっていうふうには思いますし、しっかり本当に結果残せばね、ぐんぐん年俸も上がっていきますので、まあそういうところを見ればですね、まあやっぱりメジャーリーグに上がったことのない大金をね、そこまで手にしていない選手ということでございますので、まあそこのハングリー精神には、期待できるかなと。はい、こちら見ていきましょう。アダム・ウォーカーとか見えてる地雷すぎて、むしろ楽しみまであるということですね。そうですね、指標的に見たら本当に荒い選手なんで、まあまあこのレベルの選手が果たして NPB に適応できるのかというところはね、まあ不安としては一番あるかなっていうふうに思いますし、まあ、地雷と表現されるのもね、多少仕方ないところかなっていうふうには思います。まあですが、やっぱ長打力っていうところと、まあ足もある程度あるっていうところが、まあ魅力的に感じるかなっていうふうには思いますし、独立リーグって言ってもね、まあ、しっかりと MLB にね、どんどん輩出してるところでもありますので、まあそういうところを踏まえるとですね、まあ保険的な立ち位置の選手としては、面白い選手かなっていうふうには思いますので、まあどうなるのか、まあ獲得するのかといったところなんですが、アダム・ウォーカー選手、まあ楽しみでございます。では今日は以上ですね。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーの、ゲームセット。
ありがとうございました。